ネイリストは、講義では、爪の美容と健康の手入れ、人工爪の手術や爪に装飾を施す、ネイルアートなどを行う職業の人を指す。この名称は、特定非 AD 活動法人日本ネイリスト協会の発案である。世界的には、マニキュアリストもしくは、各国の公的資格者として、ネイルテクニシャンと呼ばれ、足の爪のみに特化したサービスを行う職業の、 場合は、ペディキュアリストと呼ばれる。アルファベット綴りでのネイリストという単語は、一部の東南アジアや東アジアで通じる場合もあるが、英語圏全体では稀にしか使用されていない。ネイリストの源流、マニキュアリスト美容学校にて、マニキュア技術を学ぶ退役軍人女性たち1945足の爪の手入れを行うペディキュアリストでは、日本ネイリスト協会の別組織、 公益財団法人日本ネイリスト、検定試験センターが主催する技能検定試験に合格したもののことを指す。日本においては、職業としてネイリストになるにあたって、必須要件たる国家資格、公的資格や許認可等はない。前述の通り、民間としてネイリストを独自に認定する団体があるが、この認定は、この職業を行う法的な必要条件ではなく、 一定の技術力の社会的指標と人材確保を意として民間で制定されたものである。したがって日本国内の民間団体が認定するネイル資格によらず外国のネイル資格を掲げてこの職業を営んでいるネイリストも存在する。日本における民間団体としては特定非営利活動法人日本ネイリスト協会特定 非営利活動法人インターナショナルネイルアソシエーションがあり、両団体は訓練校を認定している。その他にも両団体からの認定は受けていないが、個人ネイリストの主催する小規模なスクールにおいて訓練を受けることも十分に可能である。また、人工詰め材料メーカーなどが主催する講習会や認定資格も多くある。なお、iNailA イイが主催する技能検定試験では、 合格者をネイルスペシャリストと呼ぶ。JNA と i n a i ル a は団体としては別個のものであるが、両方の団体の資格を持って活動するネイリストも存在する。ネイリストの主な職場としては、ネイルサロン、美容室、エステティックサロン、ブライダルサロン、ネイルまつげサロンなどがあり、また、ネイルスクールや講習会の講師、または経営者、 スタイリストなどに進む道もある。デジタル大事線。マニキュアリストとは。コトバンク。2020年7月17日閲覧。土日祝休業。JN 事務局。10時18時。NPO 法人日本ネイリスト協会。NPO 法人日本ネイリスト協会。2020年7月17日閲覧。 h t t p w w w i n a i l a o r g i n d e x h t m l <タッ>ありがとうございます。